今日は草貫と岸が先発をしてゲームが始まりました。初回西武1回の表です。ワンアウトランナー満塁でヘルマン、ここは草貫ショートゴロに失礼抑えました。併殺だ。ライオンズ点が取れませんでした。初回です。2回表先頭バッターのカーターがバックスクリーンへの第3号のホームラン、草貫が打たれました。先に1点失っています。で2回の裏ワンアウトから T 岡田レフトへヒット、その後7番の高橋慎二です。2アウト1塁で見事今日スタメン DH 起用に応えました。一軍に帰ってきた高橋、勝ち越し1号トゥーランホームラン、2対1逆転です。3回の裏オリックス追加点のチャンス、2アウト満塁でバルディリスです。ボール球空振り三振です。4回の表西武ライオンズ2アウトランナー1、3塁、この回はノーアウト3塁でした。その後踏ん張った草貫が秋山から三振を取りました。6回表2アウト3塁、代打星、ここもセカンドゴロに抑えた草貫、ピンチをことごとく脱します。7回の裏オリックスはワンアウトランナーなしで9番の島田、空振り三振、岸はぐんぐん調子を上げてきました。スケールズ見逃しの三振、4回以降ヒット1本に抑えました。8回は先頭バッター中村、代わった平野からセンターバックスクリーンへ、打った瞬間手応え十分という表情の中村、17号ソロホームラン同点弾でした。2対2。そして9回は表の攻撃で西武のチャンス、2アウト1、3塁、岸田を攻めてバッター中島、ここは岸田が投げ勝ちました。センターフライ。9回の裏は長田を攻めるオリックス、ワンアウト1塁、野中盗塁を決めました。その後高橋敬遠でワンアウトランナー一塁二塁、伊藤は見逃しの三振、代打竹原空振りの三振。9回の裏ゲームを決められませんでした。そして11回です。浅村ツーベースヒットを打って二塁、上本の当たりがセカンド後藤取れない、浅村がホームに帰ってきました。後藤のエラー、1点取ったライオンズ、3対2、1点勝ち越し。11回の裏ツーアウトランナー1塁、高橋慎二、ここはセカンドゴロに終わってしまいました。ご覧のように今日の試合1点を争う好ゲームでした。3対2、ライオンズがバファローズを下しています。